はい、どうも皆さんこんにちは、ピアキングです。今日は鬼畜ステージやっていきます。で、この鬼畜ステージがどのくらい難しいのかっていうと、見てわかる通り221万人がして、まだ130人しかクリアできてないんだよね。クリア率今計算してみたら 0.00005971%。 これやばくない？これクリアできるかな、クリアできるかわかんないけど、クリアするまで多分やってみるいや、できたらいいけどね。で、どのくらい難しいかっていうと、今難しい順で並べてるんだけど、一番上から 1,2,3,4,5、 これ5個目？以前この6個目のやつはクリアできてるんだよね。で、この5個目世界で5番目に難しいっていうことだよね。これそれをね、クリアできるのかわかんないけど、それじゃあね、早速やっていきましょう。スーパーエキスパートスピンジャンパー、一応日本人が作ってるで、まあ、スピンジャンパーっていうぐらいだから、このスーパーマリオブラザーズ3、あ、違う、このスーパーマリオワールドのスキンで回転して進んでいく、行けばいいだけと思うけど。そして今度はトゲ棒が出てきて、なるほど、この矢印の通り行きましょう。オッケー、よし。そして次はパックンか。このパックンを踏んで、お、こっちからも出る、右からも出るから、これの通りに行きましょう。で、このトゲ棒とこのクリボーを踏んで、あはははもうこのいつも針がね、もう俺の邪魔をする。次トゲ棒が出てくるでしょう。このトゲ棒をね、先にね、トゲ棒がマグマに落ちてしまったらマリオ踏めなくなるんだよね。パックン、お、渡る。もうくじけそう、もうくじけそう、俺めっちゃくじけそうなんだけど、俺これクリアするのに何時間かかるかな。いいね、カロン、オッケー、よし。で、次は、次はちょっと先見ておくか。あれ、なんもないぞ。このボムをどうかしなきゃいけないと思うんだけど、この扉入ったらなんかあるかな。この扉入ってボム兵を落とせばいいだけっぽいよね。そして渡っていこうか。入る、そして落とす、そして回転ジャンプか。なるほど。で、このトゲ棒と一緒に行くのか。うわー、ちょっと待って、これは難しそうだな。うわー、待って、危な、よし、あー、嘘上にもトゲあんのか、これ厳しいな。ここ超難関だぞ、ここ。よし、オッケー、よし。このね、右から飛び出てくるトゲが、よし、オッケー、このタイミングか。よし、避けた避けた、あははは。え、戻ってくんの？戻ってくるの？あの日。マジかよ。戻ってくるとか聞いてないよ。めっちゃビビったんだけど。あの子、戻、あ！見て、こういう風になるの。先にね、トゲ棒がマグマ入ったらね、踏めなくなって落ちるんだよね。よし、来ましたよ。来ましたよ。ここに。この電撃イライラ棒みたいなところに。よし、オッケー。これは、オッケー。そして、この子、戻ってくるから。大丈夫大丈夫、上に来ないから。よし、お、中間ポイントある、やった。え、このコース中間ポイントくれるの？めっちゃ優しいんだけど。とても激ムズステージとは思えないな。え、待って、何この子、何やってんの、何やってんの、そんなん初めて見たんだけど。なんとかの方、水車みたいな、そんな鬼滅の刃みたいなことしないでくれる？ちょっと待って、これ難しいよね。下行く、下行ってみる、こうして下行ってみようか。よし、オッケー。そして上に来るのか、次、斜めじゃないで、斜め4方向と上下左右の4方向交互に出るっぽいね。次多分斜めに出るっぽいよね。そう、そして次上下に出るのか。誰、中間ポイントがあるから優しいとか言った人、マジで全然優しくないんだけど、このステージ全然優しくないんだけど、超むずいんだけど。よし、オッケー、いいね。そして上に行くか、今度、あー、右、今見えるよね、トゲ棒が。あそこまで行けば
このね、俺が名付けたこのトゲ車から逃げられる気がする。いや、可愛いんだけどね、この羽が生えたトゲ棒もめっちゃ可愛いんだけど、やることがね、もうほんとえげつない。あの、122人だったっけ、クリアした人。132が122か、どっちかだと思うけど、俺は絶対そこに入ってみせるわ。スター、待って待って、ははは、スター取ったらダメでしょ。やばい、くじけそうやわ、めっちゃくじけそう。世界で5番目なだけあるわ。やっぱめっちゃ難しい。この斜め4つとね、上下左右4つをね、しっかり覚えてないと絶対クリアできんわ、ここ。てか、なんなんこの技、こいつらこんな技持ってたん、トゲを4方向に飛ばすとか。初めて知ったんだけど、そんな技あるとか。ここ終わったらすぐにね、マジで中間ポイント欲しいぐらいなんだけど。よし、オッケー、やったー、あー、やったやった。中間ポイントは、やったー嬉しい、やっとあそこクリアできた。で、次は、なんだこいつは、なんだこいつは、こいつに乗ってけってか。え、どんどん難しくなってきてる、もしかして。ワンワンに乗っていくの、こんな感じ。嘘、早い早い早いワンワン早いんだけど。え、初めてなんだけど、ワンワンに回転ジャンプで乗るとか。よし、いいね。そしてどうする、ここか。あ、待って、ゴール、ゴールが上に見えるんだけど。よし、一緒に行こう。あ、めっちゃ光が見えてきた。よし、世界で5番目に難しいステージを俺はクリアするんだ。みんな見ててね、絶対するから。よし、もうゴール近いぞ。お、なんだ。え、待って待って待って、そんないきなり心臓音とか鳴ったらめっちゃビビるやん。俺がバクバクしてんだけど、俺があの心臓音ドクンドクンって鳴らしたいくらいなんだけどやべ、光が見えてきたとか言ったけど、相当難しいんだけど。これ作った人ほんとよくクリアしたよね。もう作った人がすげえんだけど、これを作ってなおかつクリアもするっていうね、その精神力めっちゃすげえと思うんだよね。絶対大変じゃん、日本人だしね、一応これ作ったのも。うっそー、今絶対当たってない、今絶対当たってない、おかしい、任天堂さんよ、絶対おかしい、絶対チートしてるよね。いくらね、トゲベッドが壁を伝って足場がね少なかろうと、俺はねそれをクリアしなきゃいけないんだ。うそー、あのトゲベッドたちを渡らなきゃいけないの、これを右に。鬼やん、めっちゃ鬼やん、太鼓の達人の鬼以上に鬼やん、これ。もう絶対当たってないもん、この針張って、針張ってもうちょっと緩めてくれない、任天堂さん。ちょっと難しすぎない。いや、さっきのね、トゲ棒が飛んでたところより、こっちの方がね、やっぱ難しい、めっちゃ難しい、こっちの方が。このトゲベッドのね、場所だけでね、俺1時間かかってんだけど、これやばくね、ここ。強くなれる理由を知った。惜しい惜しい、今のめっちゃ惜しかったくない。あの、壁に行くまでももちろん難しいんだけど、今左にある1個だけポツンってあるあの針、あれを越えるのがマジでめっちゃ難しいんだよね。誰かキノコを送れ、このマリオにキノコをやってくれキノコがあればクリアできるのに、あとちょっとなんだ、マリオ頑張れ、頑張るんだ。壁のところまではね、順調に行けるようになってるんだけど、壁を越えたあたりがね、めっちゃ難しいんだよね。鬼門だな、このゲームの鬼門はそこにあると思う。だって目の前ゴールだもんね、多分これを越えたらね、ゴールがね、あると思うんだよね。このステージをね、クリアした時にはね、もう数字の8をね、みんなコメントしてほしい、マジで。パチ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 みたいな感じで、ほんとそんぐらいぐらい難しい。よし、来た、よし、これはこれはこれは、ボム兵か、ボム兵をバネでぶっ飛ばせ、やったやった、え、来た、うわー、やったクリアできたー、やった。いや、世界で5番目に難しいステージをね、ク
クリアすることができました。見て、99分59秒999ってなってる。やばくない？いや、めちゃくちゃ時間かかったからね、これ。3時間近くかかったわ。確かクリアした人って見れるよね。詳しく見るで、クリアした人、ピオキング、名前を載せることができました。このコースやる人は本当にね、精神を壊される覚悟でやった方がいいかもしれん。はい、今日は久しぶりの鬼畜コースクリアすることができました。またいつか鬼畜コースクリアしていきたいと思います。それじゃあまたね。